はい、というわけで市議三門バス停発車7分前に到着です。バス並んでますが、これ全員乗り切るんでしょうか。まあ乗り切ってもらわなきゃ困るんですけど、 あれは生駒三条の奈良交通関係なんで多分違うと思うんですけど、前回動画を回してない時にこちらでバスに乗り遅れたっていう経験があるので、まあその時に乗り遅れたのとはわけが違いますが、今回乗れないとしたら乗り切らないということで乗れないということになると思います。まあ正直ねこの1回で行きたいんですけど、どうでしょうか。昨日テーブルカーで並びましたけど、そこから連絡のバスは並ばなかったんで、この四季三門のバス停でバスに乗り切らないバスを待つみたいなことは起こり得ると思うんですけど、多分ね行きと一緒でバスからケーブルカーに乗り切る場合は多分並ばないと思います。はい、というわけでバスが来ました。乗れるのでしょうか。座席争奪戦開始です。っていうよりもね、多分乗れないので立ち乗りで確定でバスの車内に入ることを目的としましょう。はい、というわけでケーブル乗り場到着です。今からのケーブル乗れるでしょうか。あー、まだ来てないですね。では乗り込みましょう。はい、というわけでケーブルカーとチートを使って下山してるんですけど、お、そろそろ見えてきましたね。阿部のハルカスがあちらの方に見えるんですよ。はい、というわけで市議三門口まで降りてきました。さすがにもう今から上がる人はいないみたいですね。今回は上り下りともに青色のケーブルカーでした。んで帰りは臨時列車じゃなくて定期列車なんで山本行きの普通です。んでもう言わなくてもわかると思うんですけど、この駅で乗り換える際は市議山を目指す時は山本の駅で、僕らは伊勢中川方面から来るので後ろ寄りに乗っていた方が山本での乗り換えが便利になります。で逆に大阪方面から来る方は列車の前寄りに乗っていた方が乗り換えが便利になります。で今待っている僕がなんで先に行かないのかっていうと、山本での乗り換えがやっぱ僕の立っている後ろ側になるんですよ。だったらば後ろ側に乗って乗り換えを良くした方がいいのと、で山本で要は進行方向山に向かって前側って言ったんですけど、その前側っていうのは市議山での乗り換えの時にこっちから出てこう乗り換えるんで、その方がいいんですよ。でまた景色の面から見て向こうに歩いて行ってすぐ後ろ側に乗った方が景色がよく見えます。というわけで市議山口を後にしたいと思います。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車はドロッキー山本行きです。The doors on the left side of the road. Please be careful.山本到着です。今から五移動行きの普通列車だと思うんですけど、適当に止まっている普通列車に乗り換えます。はい、ということで河内山本到着です。お、これは乗ってみたかったけどまた今度にしましょう。はい、というわけで普通ではなくて五移動行き準急で終点の五移動に行って、その先の急行列車に乗り継ぎます。はい、ということで来ました。五移動行き準急、これに乗って終点五移動まで向かいます。あれ後ろにくっついてるのシリーズ21じゃないですか。後ろの車両に乗りましょう。おお、古い列車からシリーズ21に当たるこんな感じになるんですね。せっかくなんでね運転席に入る機会がないので、こちらの運転台の横のとこで行きたいと思います。おお、なんか新鮮な感じですよ。シリーズ21の連結部はこうやって斜めなんですかね。こういう、なんていうの、物置台の前にこういうのがあって、こういう感じで壁になってるんですね。多分これ薄いやつなんでめくったら多分上手なんですけど、
お、リストカー楽です。で、まあこちらは普通なんですけど、まあこういうね、主に物置ですよね。こういうデザインというか、そういう感じになってるんですね。加速減速もね、スムーズというか、最近の列車だなっていう感じです。最近の列車というか、新幹線に近い乗り心地がありますけど、早い話が列車に乗っている感覚じゃないですね。はい、というわけで五位堂到着です。ご注意ください。さらに建物などお忘れ物の準備をご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。はい、というわけで五位堂到着です。今から大山町行きの急行に乗り換えます。図らずしもシリーズ21に乗ることができました。はい、というわけで青山町行き急行到着です。この列車に乗って次の大和高田で特急に乗り換えたいと思います。台風でね、大和高田からの特急券を持ってるんですけど、駅構内の売店がないと何も買えないので、このまま大和八木まで行って、大和八木で後続の特急に乗車したいと思います。はい、というわけで大和八木到着です。やっぱり近鉄の大ターミナル、特急も止まる、乗り換えどころとあって、ホームにもちゃんとファミマがあります。なんでこちらで食料調達をします。はい、ということで帰り乗車するのがですね、急遽大和高田ではなくて大和八木から乗車することになりましたが、大和高田16時36分発賢島行き特急ビスタカーです。なんですけど、先ほどから言っている通り、大和八木に現在いるので、大和八木出発時刻が16時41分発、ちょっと見にくいですけど、こちらですね。この列車に乗って松阪まで帰りたいと思います。1号車って書いてあるな。んで僕の号車が2号車の 12D なんで、2号車はどっちなんでしょうか。はい、ということで左側が先ほど買ったお土産で、右側がこちらのファミマで買った昼飯兼晩飯になります。正直お茶を買おうかなって思ってたんですけど、炭酸が飲みたかったんでコーラ買って、甘い感じのジュースも買いたかったんで、でまあパンを2つほど買ったんですけど、それ買ったらね、もうお茶はもういいかなと思って、お茶は買いませんでした。んでこの動画は市議さんの初詣メインで撮っているので、帰りの列車に乗ったらね、もうパンを食べて寝てくと思うんで、景色などは適当に映すだけで飛ばしになると思いますが、足からずご了承ください。はい、見えますかね。今回ビスタカーに乗るということで、ビスタカーのピンバッジをつけてきました。はい、というわけで特急待ちの間に島風が入ってきました。さっきからこれ放送で流れてるんですけど、やっぱ三が日なんで近鉄の明けおめ放送が流れています。さすが正月の島風、いつもいまして満員です。今回は2号車の乗車です。12D はこっちですね。
ず今から昼飯を食べるはずなんですけど、この列車ね、意外と人が乗っておりまして、結構混んでるので、車内紹介とか座席周りの紹介は省きたいと思います。んで、まあ、ここにテーブルがついてるん で、ここにもレールがあって、で、まあ、後ろに今倒してるんですけどっていう感じです。今日は伊賀鉄道忍者列車じゃない方の列車が止まってます。これ東急の列車じゃなかったかな。はい、というわけで松坂着きました。本日もご視聴ありがとうございました。